皆さん、こんにちは、ゆうきです。はい、本日は、えー、リップルのね、これ、ドル建てのチャートになりますけど、ちょっとね、見てもらいたいです。えー、いつもね、皆さんに、えー、分析してるやつは、円建てのね、チャート使ってるんですね、リップルは。うん、あ、全部なんだけどね。はい。で、ピンクのね、ライン、えー、これは2.55ドルですね。うん。で、これ、突き足ですね。2.55ドル。 ドルうん、えー、結構こう見るとね上なんですけどねえー、今年1二2 5 5ドルになると言ったらあなたは信じられますか皆さんどうですかねその可能性について話したいと思います月足ってさいつも分析ではさ皆さんにこう見してせて 見たりしてないじゃんね突き、うん、足まあこんな感じかなギリギリだね本当にねここね皆さんがね週足う足、ん、ギリギリちょうど <laughs> はいではねえー、お話ししましょう はいそれではいきましょうえリップルは2022年12月までに2.55ドルを超えるレポート、うんはい、リップルは金融動向調査プラットフォームによるレポートによると年末までに2.55ドルを打つ可能性があります5月4日に更新されたこのレポートは業界の36人の専門家からなるパネルからの協議が含まれており XRP とその後10年間の業績に関する考えや意見を尋ねました議論にはリップルが証券取引委員会に対する訴訟に勝つべきかどうかについての意見も含まれていました将来リップルに何が待ち受けているのでしょうか XRP は現在0.5974ドルで取引されていますがこれは2018年1月の過去最高値3.84ドルから84%以上の値下げです。このレポートはリップが証券取引委員会に対する訴訟に勝った場合 XRP の価格は今年最後の期間に260%上昇し2.55ドルに達する可能性があることを示唆しています。 しかしリップルが負けた場合コインの価格は0.68ドルを下回る可能性があります最新の調査によるとフィンテック専門家の別のパネルは年末までに XRP の高値2.79ドルを予測しましたちょっと見ましょうか0.68ドルね はい、下のピンクのライン、0.68ドル。うん、もうね、割ってるね。<laughs> ね、皆さん。はい、上が2.55ドルね。うん、これだけ下がるってことだね。はえグループはまた、XRP の価値が2025年末までに3.61ドルに達し、2030年までには4.98ドルに上昇すると予測しています。XRP は出筆時点で 0.59ドルで取引されていますパネリストの中にはそれに同意する人もいればそうでないと考える人もいます。何これなんんていうのでジギわかんないアセットマネジメントのファンド責任者でマシュー・ハリーはリップルが勝訴した場合12月31日までに5ドルしかヒットしないと考えています。予想される 値上げは憶測に過ぎません、うん、という話です皆さん。XRP トークンは陶器以外の何物にも価値がありません。基礎となる技術は素晴らしいですがトークン自体には現在用途がなく安価で消化しやすい価格の価値の小道具であるため投器化を引きつけているだけです、うん。コインフィリップの創業者である ダニエルは XRP が実際のユーティリティよりも古代宣伝に頼っていると考えているため年末までに0.90ドルしか上回らないと予測しましたはいということですね皆さんうんはい、えー、皆さんねこれはねちょっと面白いねだけどねうんねもう一回言うとさへえー ね、2022年12月までに2.55ドルを超えるレポートっていうねタイトルで出しているんだよ、ね。300円以上だよだから320円とかかな今の為替で。ねそれはさねその業界の36人の専門家が、ね、XRP についてね裁判も含めてさ、うん、裁判に勝てばね12月までに300円。 2 3 0円に、ね、なるっていうレポートを出しているんだけどだよ、ね、だけどここに書いてあるように「ね、XRP トークンは投機以外に何者にも価値がありません」って書いてあるの <laughs> ねっ投機家を引きつけてるだけだってただの、ね、価値の小道具であるためうんそれは、ね、古代宣伝に頼っていると考えているためって書いてあるの <laughs> 面白いよねねえ はい、XRP の、えー、週足だけどさ、円建てのね、うん、えー、裁判勝てば、ね、ここ333円ぐらいだよ、今日あの,のレ,レートで、ここ、こんなとこまで上がるってよ、みんな。ね、なん,なんの価値もないけど、ね広告宣伝費だけで、ね、価格が動いていて、投機家が、ね、売ったり買ったりしてるだけの XRP だけどさ、ね、うん裁判勝てばここまで上がるってよ。はい ね、楽しみじゃんだったらねそんなものでもさねこんな価値になるんだからうん <laughs> そうでしょ考え方によってはねでいつでもね売れる心構えをしとけばさ問題ないよねって話じゃないね通貨に惚れなければ関係ないよそんなのはね、うんもうダメだと思ったらいつでも俺は手放すって思ってりゃいいんだからそうでしょほらここまでいくんだよ夢あるよこれは <laughs> ね皆さん はいということでね、えー、今回の、えー、記事ねご紹介しましたけどね「<laughs> 裁判勝てば333円だよ」うんね、こうさ見た時にさ、ね、こう見てもらってもさ週足してほんといいとこだと思うんだよね、うん、価格的にねここさあともう1週間かそこらでさ抜けれて抜けれてさ、ね、上に行けれればさちょっとこ,こうやってみると2週間じゃ無理だな1週2週 こっっから横展開したっていう3週間ならかかるよな、うんたださここ切り上げて切り上げてここで切り上げてくるねここ切り上げて切り上げて切り上げてくるうんでこの三角の、ね、このラインでさいいとこら辺だよ買うにはね本当にでこっから、ね、上行ってもおかしくはないと思うんだけどねうん、なんなくはないと思うんだけどねうん。 まあ上行くことばっかどうしても考えちゃうん、ね、だけどね、うん。まあそこら辺ちょっと気をつけていきたいけど、まあ焦らずにゆっくり行こうよって話だよね。まあ別に落ちたっていいよって話だし。ねそのぐらい余裕を持っていこうか。はい。ということで皆さん、えー、今日の動画が面白かったらね、グッドボタンとチャンネル登録をして、えー、次回のね、動画でまた会いましょう。えー、明日はね、中国の経済の動画、ね、うん。2本目出すね。1週間に1回出すやつ。はい。 じゃねえ。